こんにちは、増山玲奈のドラゴンジャーナル。毎週木曜日お聞きいただきましてありがとうございます。本日素晴らしいゲストを、お呼びしております。ベーシックインカム実現を探る会代表、那須里山社代表の白崎和弘さんです。白崎さん、こんばんは。こんばんは、よろしくお願いします。はい、本日はよろしくお願いいたします。はい、はい、白崎さん、ぜひ自己紹介をしていただきまして、本日どんなお話をお伺いできるかということをお話しいただけますでしょうか。はい、自己紹介すると長くなっちゃうので、もう端的に言うと、ベーシックインカム実現を探る会というのを10年前に立ち上げて、まあ、今話題になってますけれども、ベーシックインカムの、まあ、実践と実現に向けていろいろ市民活動をやってきました。で、那須里山社っていうのは、2年前に私がその特にこのやっぱベーシックインカムとかお金に関する本を出版したくて立ち上げた一人出版、まあ、厳密に言うと釣り合いと2人出版ですけれども、一人出版ということで始めた会社です。というのを肩書きにしております。で、増山さんとは同じベーシックインカム学会というのの理事のメンバーで、はい、これまでもいろいろ一緒に活動させていただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、はい、では今日 の放送なんですけれども、ね、はい、今2週間後に近づいてまいりました。大変ビビッドなお話になります。はい、この都知事選とベーシックインカムや公共銀行ということを合わせてお話しいただくんですけれども、はい、どういった内容になるんでしょうか。ですね、都知事選というのは もちろん皆さんよくご存知の東京都知事選なので、お分かりだと思うんですけれども、これと公共銀行っていうのは多分日本ではまだそんなに知ってらっしゃる方は多くないんだろうなという場合に思います。ただこの話題をくっつけたのは理由があってですね、やっぱりその都知事選の一つの大きな争点に財政問題、東京都、まあ、オリンピックも中止になったら一体金はどうするんだとか、それからまあ福祉を手厚くしたいんだけれどもどうするんだとか、あるいはコロナの対策のお金はどこから取ってくるんだとか、東京都は非常に豊かな自治体ではありますけれども、やっぱりそれが大きな争点になっていると思うんですね。そのいわゆるまあなんというか生臭いというか、極めて今こうバチバチやっている話題と、この公共銀行が実はくっついて、そのバチバチやっていることに対してこう解決の一つ、それも今まで日本であまり議論されてこなかったことをぜひ皆さんに知っていただきたいなと思って今日お話しすることにしました。ありがとうございます。はい、では早速伺いたいんですけれども、はい、こちらタイトルに石原慎太郎の新そうそうそう新銀行東京とは全く違いますって書いてました。はいはい、これをちょっと最初に言っておきたいんですね。というのは はい、公共銀行というのはその名の通り、銀行は皆さん知っての通り私企業、つまり普通の商売の株式会社なんですね、大抵が。もちろん組合形式の銀行もありますけれども、みんな私的な営利を目的とする一種の社会的機関ですね。で、石原さんがその都立の銀行を作るんだっていうことで新東京銀行というのを始めたんですけれども、それとは全く違うものだということです。同じ 都がやってるからそれで公共銀行になるんだっていう具合に誤解される方が多いのはもっともなことなんですけれども、それとは全く違うものです。全く違うし、実際にアメリカにそれをやっているところがあるというのが今日のお話の肝なんですね。なるほど。はい、私も違いがちゃんと分かっていませんでした。どんなように違うのかをぜひ教えていただきたいです。はい、じゃあ始めていきますかね。はい、私実は住んでいるのは東京ではないんですね。栃木県の、那須地域のもう県北って言ってですね、田舎で、もうここの町自体でいうと人口1万人ぐらいですから、まあ、過疎なんですね。この田舎にいるとですね、全くソーシャルディスタンスは関係なくて、その辺歩いててもタヌキ、キツネ、リス、キジしか出会わないのでほとんど人間いないんですよ。だから何が問題かっていうと、東京の問題は東京だけの問題ではないというのはですね、結局東京に1200万人、なんかこのコロナ騒ぎで1400万人増えたっていうラジオ報道ありましたけれども、はい、極端に人とマネーが東京にもう莫大に集まってですね、それがこう渦巻きのように東京の中心をベースに動き回っているというのがまず大きな問題だと思うんです。だからもっと大きな時間軸で見ていかないといけないのが東京の問題だということだと私は思っています。
でそれは実は東京にあの都を移したのは明治政府なんですよ。あれ京都にいたあの明治天皇をちっちゃかったんですけどね、拉致して、はい、それで江戸城にあの持ってきて明治政府が立ち上げたわけですね。そのことが問題なんですよ。京都から東京に都を移して、それでそこに巨大な権力の場を作り上げたという、この明治以来の150年の歴史そのものが問題なのであって、これを問い直さないと本当は東京の問題は解決しないということ。なるほど。増山さんが今やっておられるこの歳三のね、はい、映画というのは非常にさすが増山さん直感力があるなと思うのは、あのね、土方を評価するというのは実は極めて現代的な問題だと私は思っています。なぜかというと、はい、あの土方はあの榎本武揚という明治の元勲の一人であって、もうあの明治に反発する、エリートの榎本と一緒に、江戸幕府のエリートと一緒にですね、蝦夷共和国というのを作ろうとしたわけ、はい、で、あの北海道に国作っちゃえっていうことですね。江戸幕府を再興して明治政府に対抗するために作ったわけですよ、はい、で結局それはすごい意味があって、北海道というのはですね、現在で見てもカロリーベースが平成27年の 221%、 栃木県は 70%、 全国東京は 1% 未満なんですね。ここですよね、ポイントはね。東京の人間は食えないんですよ。アンバランスですね、うん、富が集中してるのに食べ物は実は全然ないんです、ね、ない。だから北海道は独立して自分たちだけで生きようと思えば 220% もあるわけです。これカロリーベースだから、あの実際はもうちょっと細かい議論が必要ですけど、はい、食っていけるんですよ。だから北海道が共和国で独立するというのは決して本当は夢ではなくて、あの社会で習うじゃないですか、廃藩置県って、はい、江戸幕府の藩をやめて県に置き換えました、よかったよかったって、はい、そうじゃなくて逆にしようぜっていうこと、廃県置藩県をやめて藩にしようって、江戸時代に戻しちゃえって、その方がよっぽど堅実だし、藩っていうのはすごく独立した国家だったんですね、はい、あの江戸幕府以外も非常に力を持っていて、結局地方が独立したその地方政府を持って、その連合体で日本を運営していった方が健全じゃないかという話につながることです。で、じゃあ地方を自治体を連邦制にして独立していくためには何が困るかっていうと、結局やっぱお金の問題なんですよね。で、はい、これは今ベーシックインカム学会でも議論になっているし、この界隈で非常にこう経済に詳しい方よくお分かりと思うんですけれども、 MMT という現代貨幣理論というのがこう去年ぐらいからいろいろ議論になっていて、通貨発行権、つまり国はお金を発行する権利を持っているから財政破綻しないんだっていう理屈が出てきて、それはいいじゃないかと、国債買って赤字だから大変だって財政を緊縮しなきゃいけないってことじゃなくて、通貨は発行できるんだから、円は作れるんだから、どんどん作って供給しちゃった方がいいということで、反緊縮の動きが、まあ、私もその一派ですけれども出てきている。しかしながら、じゃあ地方に行ったら、例えば東京都、私の栃木県、大阪府、北海道、それぞれの地方自治体がじゃあ通貨発行権持ってるかっていうとないんですよね。だから今度の選挙でも山本太郎さんが15兆かな、はい、あと言いますけれども、国債、都債ですね、都の地方債を発行して行ったらどうかと。そうすると大体反論が来るのは、通貨発行権のない東京でそんなことやったら東京がギリシャみたいになっちゃって財政破綻するから、とんでもない暴論だっていう意見があるわけですよね、はい、でそれに対して私が今日言いたいのがこう公共銀行の発想で、通貨発行権なくてもかなりそれに近いことはできるよっていう提案なんです。今の法律を変えずにできるということですか？いや、やっぱり今の法律を変えないとできないです。それはできないけれども、ど、はい、東京都の条例レベルでできることだと思っていて、はい、まあ後でまあお話しちゃいますけど、私の場合、まあ、山本太郎さんを応援していることもあるので、太郎さんの言っているその15兆円の都債の記載というのはそんなにアクロバットの方法ではないんだというのが今日の話のもう一つの柱なんですね。なるほど。都債を実際に運営するためにも、この公共銀行っていう、まあ、東京都でやれば東京都立銀行ということなんですけれども、それが非常に有効なこう組織になるいうお話です。で、実際これは空理空論じゃなくて、もうやってるところがあるっていうのが今日のポイントなんですよね。
で、これ、今、山本太郎さんのお話が出たので、今、お聞きになってる人の中で、俺は山本太郎は嫌いだから、もう話聞かねえっていうんじゃなくって、どなたでもきっとご参考になっていただけると思うので、ここで切らないで、ずっと聞いててください。ですね、太郎さんが言ってることをこうまとめてくれてる方、たくさんいらっしゃるんですけど、ミュージシャンで、今、一緒にグリーンニューデリーをちょっとやろうって言ってる、川子さんっていう。彼のブログが面白いんで、そこはちょっと抜いときました。で、彼がまとめているのは、太郎さんが言ってるのは、ね、コロナショックを災害指定にしてもらって、地方財政法5条の法的根拠を持って15兆円の都債を記載、都の。で、それをそのまま使うと問題があるんだったら、日銀に引き受けさせるっていう、ここはちょっとプロっぽい議論ですよね。日銀法の33条で日銀に引き受けさせて、お金に変えちゃえばいいんじゃないか。もう一つは、政府に地方交付税交付金の支出を求めて、東京都にやっぱり中央からお金を持ってこいというのが、太郎さんの言いたいことの要旨ですね。だから、中央政府に直接地方に金を回せと。で、なぜかっていうと、このコロナっていうのは、災害指定になってないんですけれども、どう見たってこれ、大震災級の非常に大きな天災に近いんで、これをその災害指定しないのはおかしいじゃないかということなんですね。なるほど。れをそこベースで、に。やっと分かったことがあるんですけど、これってずっと白崎さんがこの雑誌猫のように生きるにも書いてくださった311の後に、もうその、災国害復債のよう興。なものを発行して、そうで国す。債なものを、それを災害の被災者に配ればいいじゃないかってことをずっとおっしゃってますよね。そのそうこです。そとを太郎さんはうです。同実じこ行としでようす。としてくれてるってことですね。多分この発想は、私の周りにいる、例えばそういう、れいわ新選組から立候補された大西恒幸さんも多分同じような発想を持たれてるでしょうし、立命館の松尾忠さん、経済学者ですね、あと井上さんとかですね、パク・スンジュンさんとかですね、こういうベースの考えがあるわけですね。で、実はですね、この日銀に直接引き受けさせるっていう方法は、戦前に高橋是清が国債をこの方法でやって、戦前のその大恐慌を乗り切っているので、全くその実践例がないというわけではないです。これはご存知の方はよく知ってられると思う。それを地方債を引き受けさせるということです。で、実はこの地方債とか国債を直接引き受けするっていうのは、高橋是清の話しましたけれども、もうこのコロナでですね、イギリスがやろうっつってんですよ。これは時事通信のネットニュース、2020年4月9日21時38分。配信のネットニュースから撮ったやつですけれども、ロンドン時事通信によると、ここちょっと読みますね、ASF 中央銀行は9日、4月9日ですね、中央銀行が政府債務を実質的に直接引き受けられるようにする一時的な制度改正を発表した。新型コロナウイルスの感染拡大を受け、政府の財政出動に伴う債券市場の混乱を回避する狙いがあるということで、もうイギリスはですね、これ今現在どうなってるかちょっとリサーチしてませんけれども、少なくともこの時点では、中央銀行、イギリス中央銀行に直接その債券を買わせて通貨を発行するということをやろうってもう言ってんですよね。なんと。イギリスが。で、実はここに少し書いてありますけど、アメリカもですね、FRB がですね、直接引き受けじゃないけれども、国債とか企業債とかですね、借金になってる証券を買い上げて、お金をその市場に出すということをやろうっていう具合に FRB も言ってんですね。だから、日本がやってやれないことはないんですよ、これは。で、この日銀直接引き受けという方法は、実は政府通貨、あるいは公共通貨って言ってますけれども、銀行を経由しないで直接政府が発行する通貨を出すということと全く同じです。で、これを私がずっとベーシックインカムとともにこの11年間言ってきたことで、公共通貨ないしは政府通貨でベーシックインカムをやろうというのが私の立場なので、これを今やっちゃうということなんです。で、これがですね、空利空論かっていうと、そうじゃないっていうのが今日のもう大きな柱で、これやってるとこあるんですよ。さっきのイギリスのその引き受けプラスアルファで、中央銀行じゃなくて州立銀行を作ってやっている国が実はあると。それどはアこメにリあカでるんす。ですか？アメリカですか？アメリカですね。で、アメリカにノースダコタ銀行というのがあります。ノースダコタ銀行が実際あって、これは州立銀行で、アメリカでも1個しかないんですよ。アメリカでも1個しかないんですけど、これあるんだっていうことをちょっとご説明したいんですね。これがバンクオブノースダコタのロゴマークで、これが建物ですね。ずいぶん立派な建物ですけど、このノースダコタ州というのは、実はすごい田舎です、アメリカでも。このカナダの国境にあって、そうですね、日本の雰囲気でいうと、やっぱ北海道に近いかな。
多分麦がたくさん取れて、NHK で昔やってた大草原の小さな家ってドラマやってましたけれども まあ、あんなとこですよ、だからここは。そういう農業主体のアメリカの田舎にできている銀行、これが実は公立銀行の代表策なんですね。で、さっきちょっとスライド飛ばしちゃいましたけど、このバンクオブノースダコタっていうのは非常に注目されているアメリカでも銀行で、マイケル・ムーアさんがキャピタリズムって映画作っていて、その中にこの特典映像の方なんですけれども、DVD で見れますけれども、このノースダコタ銀行を取材して、彼はこれ社会主義銀行だって言ってですね。で、まあアメリカで社会主義銀行って言うとかなり過激な話になってくるんですけど、なぜ社会主義銀行っていう名前がつくのかっていうのは、この後のお話なんですけど、あともう10分ぐらいしかないですか？ で、この州立銀行っていうのは何かってことなんですけれども、これ日本語で読めるものってあんまり資料がないです。だから英語読める方は、実は YouTube にこのノースダコタ銀行のビデオってね、たくさん出ていますし、ノースダコタ銀行のサイトがあるので、そこから英語読める方はいろいろ情報を得られると思いますけれども、今日は一応日本語になってるやつを引いときますけれども、人民新聞ってこれもインターネット上にあるサイトですけれども、そこに持続可能な市民の公共銀行、ロバート・アル・レイモンドさんっていう人の文章を、脇浜さんという人が訳したやつがあって、それをここにちょっと引いておきますね。赤字のところだけ読みます。ところが最近、公共銀行への関心が生まれ始めた。主に民主主義的資本所有という発想から生まれたこの運動は、やがて経済的平等と公正、環境保護、人種や社会的公正という原則に基づく強固な公共銀行インフラを作り出すだろう。次、ノースダコタ銀行は1919年、中西部で農業ポピュリズムが台頭した時期に超党派的連携により設立された。アメリカ本土唯一の公共銀行で、農民を略奪的金融機関から守る目的があった。ウォール街からの妨害に勝利し、今では州のバンキングエコシステムの中で地位を確立している。2008年で金融崩壊の悪影響が他の州に比べて小さかったのもノースダコタ銀行のおかげであったという文章です。次も見てみましょう。ノースダコタ銀行と同じモデルを全国に広めるという運動が始まったということで、まあ、アメリカでもカリフォルニア、ワシントン、ペンシルバニア、ニューヨークなどでこういう銀行があった方がいいねという運動があるっていうんですけど、これの目的はですね、要するに銀行って要するになんかこうお金持ちの味方みたいなところがあるじゃないですか。そうじゃなくて、ノースダコタ銀行はもともと農民が農民のために農民自身で作った銀行なんですね。だから自分たちが農業をやるために必要なものを、例えば農機具だとか、種だとか、土地の開拓だとか、あるいはその農家の子弟を学校に行かせるための奨学金だとか、そういうことを充実するために作った民主的な銀行って言っていいんですかね。そういうものなんですよ。それがそのこのノースダコタ銀行の最初の理念として今に続いているということです。だからこの今赤字で書いた文章にあるように、民主主義をお金に反映させて民主的な銀行を作ろうぜっていうことなんです。そんな実例があったんですそうなんね。です。で、これが実はアメリカでも広がりつつあって、これ2019年のこれは日本経済新聞電子版ですけれども、やっぱりニュージャージー州の州知事がですね、これまあコロナのはるか前、去年ですけれども、このノースダコタみたいな銀行をニュージャージー州もやろうぜっていうことで知事が提言してます。で、これうちの会社の宣伝になっちゃうんですけれども、このノースダコタ銀行とか公共銀行をちゃんと説明した本って日本で今翻訳なかったんですけども、これを実はうち去年の3月出版しまして、プサイナミという本ですね。これは中身は実はですね、この公共銀行だけじゃなくって、さっきお話しした公共通貨、政府通貨の歴史、それからお金全体の歴史、それから銀行が人間をどれだけこう痛めつけて、銀行経済が人間をダメにしたかっていう、そういうお金に関する歴史の本です。この負債の網というやつをうちで出版したんですけれども、この中に実はこのノースダコタ銀行の話が後半に結構詳しく出てますので、ぜひこれをお買い求めいただいてですね、ちょっと高いですけど、定価4800円なんで、Amazon とかでも買えますから、これを読んでいただくと一番話が早いと思います。今日はその触りだけやります。で、ノースダコタ銀行の基本的な活動は1番から7番まで書きましたけれども、これをちょっと早口で読んじゃいますね。1番、法律で州はすべての資金をこの銀行に預金しなければならない。銀行はこれに利息を支払い、
実はこれが州の会計収入になる。つまりノースダコタ銀行の収益はすべて州のものになって、その使い道は州議会が決定するっていう。つまりこの銀行って都だったら、東京都に作ったら東京都の予算をすべて管轄して、東京都の予算にまた貢献できるような銀行だってことなんです。なおかつその中身は都議会が決定するわけです。銀行は勝手に決められないんですから。それから2番、地方債を直接購入して地方財政に資金を提供する。これ今太郎さんがやってるやつがこれでできるんですよね。東京都民銀行じゃなくて東京都都立銀行を作って、で地方債発行して、まず東京都立銀行を買うんですよ。で日本円をまずその発行して、それで発行というか、まあ、支出して、それを東京都民のために使うことができるんだ。で後でその都債はですね、日銀に直接買わせてもいいと思うんですけれども、いきなり日銀が買うのがダメでも東京都立銀行が買ってそれを運用することが可能になる。それから3番目、これはノースダコタ銀行の場合ですけど、農業や中小企業や教育機関などの州の公的事業を支援する融資制度をたくさん持っている。例えば農業に対してさっき言ったように機械を買いたいときにすごく低い利子で貸してあげる。それから教育機関ですね、例えば子どもたち学校に行く、大学に行くための、定理のローンを持っている。まあこれ教育費は本当は無料の方がいいですけれども、アメリカなかなか教育費高いところなので、これを定理 の融資で教育ローンを組んだりできる。これが4番と合わせていることですね。それから5番目に、これ公共銀行なんで、例えばこうお金払えないっていう人をよく日本の銀行は差し押さえとかね、やっちゃうんですけれども、そんなことはあんまりしない。それからノースダコタ銀行は公立銀行でありながら民間の銀行とも仲良くして、いろんな共同プロジェクトをやって州の経済を活性化することをいろいろやってます。で7番、これをまとめて言うと、要するに州が、東京都で言ったら東京都がですね、国から独立して経済的主権を持つってことなんです。だからこのノースダコタ銀行はある人はこういうんですね、ミニ中央銀行。ミニ中央銀行、そう、国の中央銀行はもちろんあるんだけれども、はい、県とか州の中に小さい中央銀行を作って、それで州とか県の地方自治体のお金を、その住民のために回していくためだと、そういう組織だということを言ってます。でこれを作ることによって都知事選はどうかって話なんですけど、ちょっと生臭い話いきなり言っちゃいますけど、ちょっと次いきますね。さっき言ったように今の東京都の問題っていうのはお金の問題なんですよ、やっぱり一つ大きくは。でこのコロナ問題で何がクローズアップされたかっていうと、やっぱり貧富の格差なんです。でこれ私はね、この橋本健二さんって早稲田の先生ですけど、高田社現代新書に新日本の階級社会っていうやつを書いていて、それを図式化したんですけど、資本家がいて新中間階級がいて労働者がいてアンダークラスがいるって、この4分割なんですけど、ポイントはですね、一番下のアンダークラスの人ですね。これまあ令和新選組の人たちを支持している人が多いと思うんですけど、非正規労働者、パートの方、派遣労働の人、だいたい個人平均年収が186万っていう方々ですね。でこの人たちっていうのは、はい、今まではその政治的な受け皿なかったんですよ、はい、だからもしかしたら投票に行ってなかったかもしれない。東京都の多分都知事選の投票率って 50% いくかいかないか、もうちょっとあるのかな、というか半分ぐらい行ってないと思うんですけど、その人たちの受け皿になるところがもしかしたら今度できるかもしれないという話なんですね、はい、で我々の仲間というか身近にいる人たちの中で山本太郎が出てけしからんという人がたくさんいるわけですよ。宇都宮さんの票が減るじゃないかって、はい、で宇都宮さんは野党共闘なんだから野党共闘を邪魔するなよっていう人もたくさんいらっしゃるんだけど、問題は宇都宮さん個人がどうかじゃなくって、野党共闘でこの小池さんの写真乗っかってますけれども、これに対抗できるかってことなんですよね。はい、結局今の議会制度は東京なんかもそうだと思いますけども、この新中間階級って割に豊かな労働者、個人平均年収499万以上って書いてありますけど、この人たちと資本家階級の、個人所得が861万から1000万ぐらいあると思うんですけど、平均ですよあくまで、この戦いになっちゃっていて、アンダークラスの人たちはやっぱり置いてきぼり食らってると思うんですよ。でこれがやっぱり今度のコロナで顕著に出て、今例えばつくろいファンドで稲葉剛さんなんかが毎日毎日ホームレスの人支援して、しょっちゅうフェイスブックにいろんな情報上がってきてますけれども、この政治から外されちゃってるんですよ。だからそこはやっぱりね、
も今までのこの野党共闘なんていう生ぬるいこと言ってるんじゃなくて、もっと大胆なことやらないとダメだと。で、東京の場合もっと話がややこしいのは、東京は超富裕層っていうのは結構いてね、もう年収では測れないんで、保有資産ベース、資産ですよ、5億とか10億持ってるような連中がたくさんいるわけですよ。日本人の 0.03% しかいないんだけど、大半がこれ東京にいると思うんですね。で、私これをね、ハイパー資本家って呼んでるんですけど、こんな人たちっていうのはね、政治なんか全然相手にしてないですから、もう関係ないですから。だからこういう人たちと、それからアンダークラスっていう、もう全くこう毎日食うのも困る人たちっていうのは、今のね、議会制の政治から取り残されちゃってるんですよ。このアンダークラスの人たちをこう引き入れて、みんなのための政治にしないとダメだというのは私の考えなんですね。で、野党共闘っていう幻想は、ちょっと今日の話で一番過激なところですけど、もうやめた方がいいと思います。野党共闘っていうのは、ずっと実は失敗してきてるんですよ。この政策で言うとね、日米安保、憲法、財政政策、消費税を加えてですけど、ここから原発 TPP、この大きな政策の柱をいつも一致しないで、なんかこう曖昧にして、とにかく数合わせで、自民党に勝つためにってことで、野党いくら合わせてもね、やっぱりダメだと思うんですよ。特に今財政なんかそうですよね。太郎さんが言ってるように、消費税 5% に下げるかって言ったら、立憲民主の方はやっぱりなかなかそれイエスって言わない。だからこういうのはもうやっぱりちょっと現実的じゃないと思うんです。次に政策を打つときに全くちぐはぐになっちゃう。だから私は前から言ってるんですけど、本物のポピュリズム勢力を日本で結集しなきゃいけないと思っていて、それは東京も全く同じですね。で、ポピュリズムってよくマスコミは大衆迎合、大衆迎合って悪口言うんですけれども、ポピュリズムの本当の意味は、普通の人々が主権者である人民であることと、それからエリートを批判、エリートっていうのは要するに、例えばさっきの金融資本とかですね、そういう人たちですね、それを批判するということと、それから直接民主主義を重視して、みんなのガチンコの一般意思、みんなの合意、これはまあルソーが言ってることですけれども、この3つを重視するのがポピュリズムなんですよ、実は。で、これを含んだ運動を政治運動として日本で広げるべきだと思います。で、これを本当は今度の東京都知事選も、たとえ一時小池さんが勝ったとしても、巻き上げられるような勢力を作っていった方がいいなというふうに思っていて、で、私は令和新選組に実は期待していて、令和新選組去年と出た時に、まあ、大西さんも出た時に、東大の安富さんが面白いこと言ってますけど、令和新選組っていうのは無縁のものの集まりだって。無縁のものって私に言わせると、これポピュリズムなんですよ。要するにどっかにこう属して、大きな会社とか大きな企業とか大きな役所とかにいる人たちじゃなくて、そこからこぼれちゃった人たちで、生産性がないとか、ヨーロッパに比べてもう、市場から退場しちゃった方がいいんじゃないか、中小企業はとかって言われてるような、日本の昔からあるような中小企業の人たち、そういう人たちをベースにするような政治勢力を作んなきゃいけない。で、それは東京だけじゃなくて、地方から連合体として、さっきの一番最初の、土方と榎本の話に戻りますけれども、そういう組織を作んなきゃいけないなと思って、その時に財政政策の基本となるのが、私はここで今日お話したノースダコタ銀行みたいな公立銀行がやっぱり一つの大きな柱になって、これが国の金がないからお前ら我慢しろっていうことに対してアンチで言っていく一つのアイテムなんじゃないかなというふうに思います。なるほど、金は作ればいいんだということで、地方から作れる、その時にこのノースダコタ銀行は大きな一つアイテムだと思うんですね。なるほど、目から鱗のお話でしたね。廃藩置県ならぬ廃県置藩という話されてましたけど、はい、山本太郎さんのこの15兆円のお金を都で、都裁でできるんじゃないかという提案は、私藩札の復活みたいだなとふうに思ってたんですけれども、全くおっしゃる通りですね。令和新選組が本当の新選組みたいになってきましたね、うん、くしくも増山玲奈さんが今度今クラウドファンディングお金集めて一生懸命、はい、私はもうお金ないので5000円しか寄付できない。いえいえ、ありがとうございます。クラウドファンディング、おかげさまで150万の初期目標は達成させていただいたんですが、ね、150万じゃ映画撮れないんで、ね、次の目標を1000万円ということで掲げまして、うん、あと6日間レディー4で、都市蔵の刀クラウドファンディング開催しております。エキストラ出演が1万円、 T シャツが7000円、企業協
さんは10万円、個人のクレジットは5万円という形でいろんなあのリターンご用意させていただいてますので、最後ぜひ皆様応援いただけたら嬉しいです。というわけで、あの本日最後私も自分の宣伝をさせていただいたんですが、最後のメッセージをいただいて締めたいと思います。はい、本日のゲストは、白崎和弘さんでした。白崎さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。また来週この時間にお会いしましょう。